ダム広場は、オランダの首都アムステルダムの中心部にある広場である。元は、アムステル川をせき止める席のあった場所である。アムステルダムの使命の語源であり、歴史的な中心地である。ダム広場。奥は、王宮と新境界。ダム広場は、アムステルダムの旧市街の中心部にあり、アムステルダム中央駅からは、約750メートル南にある。広場は、 南北約100メートル、東西約200メートルの長方形である。広場から北へダムラック通り、南へローキン通りが伸びている。これらはアムステル川の旧稼道を埋め立てたものである。これらの道路によって広場は東西二つの部分に分けられる。そのうち東側に第二次世界大戦戦没者記念塔がある。広場の西寄りからは北へニューベンダイク通り。 南へカルファー通りが伸びている。これらはもともとアムステル川佐岩の自然堤防上の道路であり、いずれも歩行者専用で道路沿いは商店街となっている。広場の西に接して応急がある。これはもともと市役所として建てられたものである。その北には新教会がある。その他広場の南にマダムタソーロー人形館、北東に百貨店でバイエンコルフがある。 1544年のアムステルダム中心部、北側から、コーナラス・アンソニスが19世紀末のダム広場、アムステル川の川口近くに席が設けられたのは1270年頃のことである。これにより川の両岸が結ばれ、周辺に人が集まって、アムステルダムの町が誕生した。広場は次第に拡大し、船着き場近くに魚市場が設けられたことから、 商業の中心して発展した。オランダ独立後の1655年には市役所が建てられたことで市政の中心にもなった。広場には商業の中心には不可欠な計量書があったが、1808年にホラン島となったルイボナパルトの命令で王宮からの眺望を妨げるとして取り壊された。アムステル川級川口のダムラックは19世紀に埋め立てられ、 1837年にはそこに証券取引所が建てられた。1903年に取引所は北に移転して取り壊され、その跡地に1914年百貨店でバイエンコルフが開店した。1856年から1914年まで広場には対ベルギー戦争を記念する像、統一があった。19世紀の末にはダム広場を中心に、 馬車軌道網が作られ、広場は交通の中心となった。20世紀には、その機能は、アムステルダム中央へ景気前広場に移った。1956年には戦没者記念塔が建てられ、以来毎年5月4日の戦没者記念日には、広場で集会が行われている。ありがとうございます。